はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。今日はね、温泉クラナがね手に入ったので、こちらの方を使っていきたいと思います。まあ、デッキ的にはね、コンボバフの駒や、S ゴマにトゥポーン、コルヌ、そしてロリカフネを入れることによってね、まあ、最終的に温泉クラナの火力を上げてバフとつないで大ダメージを与えていきましょうよというような感じのデッキにしております。まあダブルオーラからねコンボ 1.8 倍出せるか出せないか、まあ、できればトゥポーンとつなげたいところはあるんですけど、決められるように頑張っていきたいと思います。てかあれですね、トゥポなり打ちでよかったですね。なんでオーラせたんだろう。僕火炎ね、まあ、ぶっちゃけ言うと2ヶ月ぐらい使ってなかったんで、多分ひどい打ち方しかねないですよね。いやどうしようこれこれ本当にどうしよう。コルヌ打ちますか。全く燃えていませんね。やばいですねひどいセンスだ。まあ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 、まだいけるか、大丈夫かな。まあ最終的には温泉クラナで逆転オセロニアしてやりますよ。てか前編なんですよねこれ、温泉クラナが出るガチャって。僕はねやっぱりね後編を引きたい。後編を引いて温泉のねフリジアとトゥナトゥナをね手に入れたいと思ってます。手に入れたら速攻でね動画にしますよね。はい、ってことで、まあどうしようか迷ってるうちにね盤面がひどいことになっている。燃やせてはいるけどダメージは与えられてない。そして座吹きがそこ、まああれか、取らせに来てるのか、コンボで呪いだから。とはいえ返すしかないですよね。トゥポーンで返しますか。これはもうしょうがない。こっからが勝負だけど相手の駒が全然ありません。挟んでくるかな。まあ挟んできたらブルハで行って、いやダブコン食らうだけじゃねこれ。エルヴィン団長痛いです、とても痛いですが、ここで燃やしていく。いやーやっぱりあれですね、ヤンドーラ捨てたのがバカですね。オワコンですわ。こんなことしちゃダメでしょう。絶対火炎使いだったらねこんな打ち方しませんひどいフィン欲しいな。あ、入ってないんだった。回復系のコマは1個もありません。痛い、周期さん、それは痛いって、痛すぎるって。終わったなえぐいダメージ出ちゃった。皆さん、あの風車はダメです。僕もそう思いました。完璧にね普段打ってるコマの打ち方しちゃいましたね。これは火炎デッキなんだぞというのをね、もう一度ね、胸に叩き込んで、次の試合に臨みたいと思います。はい、まあさすがに26は耐えられませんよね。しょうがないかこれは。あらーメイティス、皆さんこの試合は見なかったことにしてもらえませんか。はい、対戦よろしくお願いします。気を取り直してやっていきましょう。次こそはね、もうちょっとね、まともな打ち方をできるようにね、やっていきたいと思います。てか、あのような打ち方をずっとしてたら、この動画ボツだぞ、おい。いきまーす。これはね、どうしようかね。平行行くかね。普通に打つか。ちょ、平行行ってもね、やれる未来っていうか、やれる打ち方を僕はね、覚えてない。ひどいけど。まあ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 、やべえ。早いってフェールノート出てくんの。消そうかな。消してどうするって話なんですけど。まあいいや、こっち。温泉クラナ来ました。あとは、あれだな。どこかにコンボ強いの置いて、何枚か3枚返しとかしたいのが一番理想的なんですけど。まず、これでね。次は、あれか、ブルハか。やっぱね、使ってないと、こういうテンプレートなね、動きしかね、わかんないんですよ。まあ、しょうがないんで、こういきますよ。
で、まあ、燃やします、いい感じだな、あとはヤンドーラ引くだけとかですか。まあ、ただな、強いな、矢筒が強えんだ、あー強いそのコンボも強いて、どうすんのこれ、ダメージ量がおかしいよフェルノートさん。ハイサラ、まあハイサラか、これで4枚返し作ります。まああれですね、金魔門のコンボは痛いけど、まあこれはしょうがない、いきますよ、こっから4枚返し。んで、まあそこの召喚でしょ、取れます、1万でしょ、アベルかな、いや全然燃えて、全然燃えておりません、どうしましょう。まあまだ打たないか、一旦アベルでどこ行くのがいいんだ、A4 打つしかないな、ここ打たないと多分次のターン4枚返しできないから、でこれで燃やします。アベル取ってきてくんないかな、これアベル取ってきてくれたらワンチャンある気がするんですけど、どう思います、アベル取ってこない、ここでコンボつなげられる、まあダメージ的に見ても僕次のターン耐えられませんね、次のターンお相手スキップですけど、僕雷撃ダメージで終わりますね、これ呪われてるし、うわじゃあどうするかって言ったら、もうクラナ打つしかないですよね、行きまーす、飛ばせ、いや出るでしょ、1万ぐらい出てくれると僕は予想する、だってダブルオーラだよ、いけー、ここから何倍ですか、 1.56 倍、行ってこい、あ全然出てない、ダメじゃん、嘘でしょ、 1.6 倍じゃダメだったか、やっぱトゥポンぐらい置いとかないとダメでしたか、いやー全然火力が出なかった、なんかもうちょっと1万ぐらい出てくれると思ってましたが、ダメみたいでしたねはい、大勢ありがとうございました。最上の織物を用意して待っているわ、はい、対戦よろしくお願いします。まあこれがね、泣きの1回ということで、もうちょっとここで決まらなければ、いやここで決まってもいい、決まらなくてもいい、もうこれをラストにしたいと思います。いやね、2戦やってね、なんとなく分かったんですけどね、センスがない火炎のひどかった、なのでまあこのねラスト試合にね、もう全集中して臨みたいと思います。まあそのためにはやっぱりカフネ、クラナ、まあ、この両方を引いていきたいという気持ち、カフネは引く、でその罠返したいんですけど、返さない方がいいかな、めちゃくちゃ返したいな、返していいですか、返したら燃えないんですけど、もうどうしよう、返そう、まあ普通だったら C5 とかで2枚返し、京極さんとかの方が良かったのかもしれませんが、なんか罠が怖くてね、返しちゃいました。少しでもダメージを受けたくないというね、このね火炎以外のデッキを使ってる人の思考になっちゃってますね、もう普段の、普段のデッキだったらねダメージ受けたくないですもん、じゃあどうするかって、まあそういう時は駒返しますよね。でまあこれここにねブルハ置くんですけど、まあ多分返されますよね、ダニをどうあがいても、まあそこはしょうがない。バーストバリア、おお強い、 HP を盛らないでください。まあでもアタック出されるよりマシかな、よし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 、とりあえずの十字火炎置いときますか、でどうするかな、右上 X があるのか、ちょっときついな、右上 X、 右上 X に特殊出されるのがきついですよね。まあ A ゴマとかだったらまだマシなのか、S がきついかな。でも何が入ってる、サスターシャハー、それはマジきちい、ヒツインゴ本当にやばいですね、これどうしよう、どうしたもんかな、十字架炎どこで燃やす、どこで燃やしますか、どっちにしろこうか、まあ、サスターのコンボは食らうしかないということなんでしょうか。全然燃やせませんね、こんなはずじゃなかったのに
もうちょっとうまい立ち回りをね、YouTube で勉強しないとですね。どうしようかな。トゥポーツか。ここトゥポーツしかないでしょう。次。何コルヌでもいいか。コルヌ引いたらコルヌもありか。アベール。アベルはないな。まあ、トゥポー打ちましょう。打ち方が迷走してきてますが、まあどうにかなるんじゃないかな。うん。こっからダメージを食らわなければ。2ターンぐらい耐えれないかな。まあ耐えれないか。ここを合わせて次のターンには飛ばされそうだから。ね、どこに打たれるんでしょう、僕は。ハールート、マールート。おーおーおー。やばい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 。ダメージがやばいって。嘘でしょ？ここでコルヌ。いや、コルヌ打ってる暇ない。まあ、こうかな。これで、どうでしょう。次のターン、クラナ引いて4枚返しでいけるとかないですかね。まあ、返されるか。カフネ。返されたら終わりかな。まあ、状況的には返されなくても次のターン飛ばせないですからね。エヌマレイヤ、そこ2枚返し。それは飛ぶか。飛んでない。2位耐える。マジか。2位耐えていく。どうだろうこれ。クラナ来た。クラナ来たんですけど、もう4枚返し行くしかない。どうだ。さっきは7000ぐらいしか出てなかったけど、こんだけバフ盛ればいけるでしょう。頼みますよ。飛んで、飛んでください。あー、飛んだ。気持ちいい。まさかの逆転。はーい、対戦ありがとうございました。